株式会社イ一バスは、北海道帯広市に本社を置き、ハイヤー事業及び貸切バス事業を行っていた企業である。2011年11月までの旧称号は、単一ハイヤーであった。1930年に2台の車両で、イ一タクシーを開業。太平洋戦争中の1940年に、政府による企業統制令の発令で廃業となった。 1953年になり3台の車両で単一ハイヤーを再発足。1986年より一般貸切旅客自動車運送事業の認可を受けて貸切バス事業に進出した。2011年11月、小型タクシー事業を同業のマリモハイヤー2乗と、称号をバス事業の通称であった単一バスに変更した。2012年4月2日、 貸切バス事業の不振などにより経営が圧迫されていることから、釧路地裁帯広支部に自己破産を申請した。帝国データバンク帯広支店によると、負債総額は約3億5000万円。同日破産手続き開始決定を受けた。本社は北海道帯広市西九条南十丁目三番地に置かれていたが、旧貸切バス事業部。 帯広バス営業所が設置されていた現在地に一本化されていた。北海道千歳市町長群1057の12に貸し切りバス札幌営業所も置かれていた。ハイヤー事業は帯広交通圏で一般のタクシー以外に介護タクシーや運転代行を行うなど帯広市内では最大手であった。経営悪化のためジャンボタクシー3内途中型一台を残し、 市内、第2位のマリモファイヤーへ事業を譲渡した。縮小後は予約制で、帯広市内や十勝帯広空港を発着地とした観光タクシーや空港送迎タクシーの運行にシフトしていた。貸切バス事業は、帯広運輸支局、札幌運輸支局管内での発着が認められ、大型11台、小型7台、計18台の車両を保有していた。ありがとうございます。